なんかお腹空いちゃったな。そうだね、何か食べて帰ろうか。うん、さきは何食べたい？そうだな、いろいろあるけど、あれ、あそこ新しいお店ができてるよ。ん、どれ？ほらほら、あそこの看板、おかゆ専門店。おかゆか。そういえばおかゆって前に少しブームになったよね。ヘルシーだし胃にも優しいからって。専門店ができるなんてまだ人気なんだね。そうだね、でもそのブーム私は乗れないかも。あ、そっか、さきはおかゆ好きじゃないんだよね。お見舞いに行くたびにおかゆ嫌いだって言ってたし。おかゆ以外のご飯は普通に美味しく食べられたんだけど、おかゆだけは全ダメ。私が食べてたおかゆ味がしないし、ぐっちゃぐちゃだし、そのせいで今でもおかゆは食べられないんだよね。じゃあ具合が悪い時もおかゆはダメなの？うん、そういう時はうどんにしてもらってるの。うどんならおかゆと同じくらい消化も良さそうだし、いいかもね。でしょでしょ、だからおかゆが嫌いでも大丈夫。でもそうだ、これ見て。これってさきの入院してた病院のホームページ？そう、ここ、病院食が新しくなりましたってあるでしょ。本当だ、リニューアルしたってこと？そうみたい。ほら、写真が載ってるんだけど、すっごい美味しそうなの。おかゆもちゃんとお米の粒が残ってるし、なんとさつまいもまで入ってるんだよ。確かに、このおかゆは全然ベチャベチャしてないね。でしょ？私がいる時にやって欲しかったよ。このおかゆだったら嫌いにならずに済んだかもしれないね。ほんと、むしろ美味しそうだし、ちょっと食べてみたいぐらいだもん。あ、でももう病院食はいいかな。これからは病院じゃ食べられなかった美味しいものいっぱいいっぱい食べようっと。一緒にたくさん食べようね、さき。うん、けどあんまり食べ過ぎないようにね。お腹ぷよぷよになっちゃうよ。ぷよぷよはやだな。あ、部活いっぱいやれば太らなくて済むんじゃない？よし、たくさん食べても大丈夫だように、高校ではいっぱい部活して健康ボディを手に入れてみせる。だね、無理ない範囲で頑張ってね、サキ。けどコンビニでお菓子買うのはほどほどにね。でもちょっとだけならいいの？健康ボディになるんでしょ？冗談冗談。それで今日は何食べようか。あ、じゃああっちのカフェ行ってみようよ。それじゃあみんなお疲れ様でした。乾杯。お疲れ様。お疲れ。お疲れ様。なんだか特別な日みたいだね。ただの練習日なのにね。いいのいいの。ジュースおいしい。一気飲みしてる。だってドリンクバーだし、
飲まなきゃ損だよ。みんなポテトもシェアしよう。ほなちゃん、そこから出てちゃんと届く？うん、大丈夫だよ。ありがとう。さき、今日はいつも以上にテンション高いね。だってすっごく嬉しいんだもん。これでまた一つ夢が叶ったから。夢？うん、ファミレスでみんなでおやつ食べておしゃべりすること。入院してる時に高校生になったらやりたいことリストっていうのも作ったんだけど、そこに書いたことの一つなの。さきちゃん、私もすごく嬉しいよ。みんなで一緒にファミレスに来られるなんて思ってなかったから、ありがとうみんな。花見、そこは私も同意見。しかもこの4人でバンドまでやることになるなんて。うん、いろいろあったね。サキが戻ってきて、ミクとルカに会ってバンドを始めて。私も最初はどうなるかと思ったけど、今は毎日がすごく楽しいよ。中学の時と違って毎日学校に行けて授業に出られるし、ソフトテニス部にも入れたし、みんなとバンドもできて、おまけにファミレスでご飯も食べられる。これからはみんなでフェニックスワンダーランドにも行けるし、ショッピングモールに買い物にも行ける。4人でやりたいことができてやっぱりすごく嬉しいな。そっか、じゃあ一つずつやっていかなくちゃね。サキがやりたいこと。うん、入院してる時寂しかったし辛かったけど、でも頑張ってよかった。部活も始めて体力もついてきたし、高校では3年間きっとみんなと一緒にいられる。うん、きっときっと大丈夫。サキ、サキちゃん、どうしたの？あれ楽しくて嬉し涙が出ちゃったみたい。どこか痛かったりしない？うん、元気元気。別にこれっきりってわけじゃないんだから、そこまで喜ばなくてもいいでしょ。うん、また4人で来ようね。ねえ、もう一回乾杯しない？何に乾杯するの？さっきの健康を祈って。おじいちゃん長生きしてねみたいな感じになってない？そうだね。でも私も乾杯したいな。うん、いいんじゃない。それじゃあ咲の健康を祈って乾杯。乾杯。辛いこともあったけど、今はみんながいてくれる。ありがとう。